様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。春になりお出かけしやすい気候になってきましたね。今回も春の気配を感じられる場所、汐留駅、築地市場、浜松町、新橋からも歩けるアクセスの良さ。今回私は新橋駅から浜離宮恩賜庭園に向かいます。若干地下通路は迷うので、行き方も動画にしておきますね。突き当たりカレッタの横のエスカレーターを登ってください。降りたところにスタバがあります。エスカレーター右横の階段を登って地上に向かってください。はい、バイパスの目の前の緑のこんもりしたところ、そこが浜離宮です。周囲にはコンラッドホテルもあって、本当に都心。でもこんな都心中の都心に緑豊かな庭園があるんです。近いからこそなかなか行かない穴場だったりしませんか？それがどの駅からも徒歩約10分ほどでこんな立派な場所があるなんて。お堀や外壁の広さにすでにワクワクしてしまいます。まずは大手門から入場です。もともと徳川家の庭園、もともとは出城として重要な役割を果たし、四代将軍家綱公の弟綱重公がこちらに鷹狩町として別邸を建てたのがルーツだそうです。目ざとくスタンプラリーを発見。ボランティアさんによるガイドツアーもあるようです。入場料は300円ほど。この通り見どころがいっぱい。入園した途端、真っ赤なボケの花がお出迎え。春の訪れを告げる花が庭園には咲き誇っています。花が咲き出してきた今、お出かけされるときっと楽しいと思いますよ。入ったそばからベンチを発見。というわけでいつものじゃーん、ランチ前の軽いランチをいただきます。お食事をいただきながら、いただいたパンフレットで全体図もちゃんと把握します。食べたら運動しないとね。ありがとうございました。大手門から入ると最初の見どころ、300年の松があります。300年前、六代将軍家信が植えられたそうです。立派ですね。さてご飯も食べて栄養補給はバッチリ。足取り軽く橋を渡ります。目指すはこの時期見どころの、わーい、菜の花畑にやってまいりました。撮影しているのは3月中旬、まさに今見どころを迎えています。黄色の花って元気をもらえませんか？見てください、あたり一面ご覧の通り満開です。菜の花を眺められるベストポジションにもベンチがありました。待てずに食べちゃいましたけど、菜の花を両方から眺められる小道に入ります。前を見ても右を見ても後ろを見ても菜の花が満開。梅や桜が有名ですが、菜の花の時期は桜ほど混まない、実は穴場なんです。でもこんなに綺麗で立派、青い空と黄色のコントラストが見事です。お花畑の前の広場はレジャーシートを敷いてお弁当をいただくこともできます。こちらは藤棚かな。パワースポット稲部神社にもしっかりとお参りします。菜の花の次はボタンが見ごろだそうなので、その頃また来られますように。そしてその先には梅林が。菜の花が咲く時期には梅の見どころはちょぴっとだけ過ぎてしまっていますが、それでもまだいくつかの枝は花が咲いていました。広くてとても立派な梅林です。青空をバックにピンクがとっても綺麗に映えますね。梅の花も菜の花も両方見られてラッキー。
りもとってもいい香り。このピンクの綺麗な梅の花は県境というらしいです。また一つ花の名前が覚えられました。先日の湯島天神の動画でも説明した思いのまま、白と赤両方の色の花を咲かせる梅です。ピンクの花を発見しちゃいました。椿もいっぱい咲いていましたよ。水上バスの乗り場に到着しましたが、残念ながら運休中でした。潮風がとっても心地よいです。海を見ると気分が上がります。いい気候になってきたので、潮風を感じながらのウォーキングはとっても楽しいですよ。へえ、ここが将軍が船に乗降するお上がり場。来るときはここから上陸なさったんですね。海はいいな。八重山にまた行きたくなっちゃってます。そして登山も、目の前に新日野口山があったので、気分だけでもミニ登山。よいしょよいしょ。登頂しました。レインボーブリッジもお台場も眺めはバッチリと、ここで急に音がしたので驚いて近づいてみると、なんとタイミングよく水門が開く時間に当たったんです。勢いよく池の水が流れ出していきます。近寄ると目盛りがゆっくり上がっていっているのが見えます。開くにつれ水の勢いも増してきました。池にはボラやハゼなどもいるそうです。貴重な瞬間が見られて嬉しいな。庭内を一周していると、池の奥には東京タワーも見えました。ほんとすごく便利なところにありますよね。このお茶屋跡からは房総半島も眺められたのだとか。さて、橋と見たら渡らずにはいられません。ボラが跳ねないかななんて思いながら、池を眺めつつ橋を渡ります。こんな楽しいウォーキングならダイエットも続けられますよね。今年の目標は1キロ痩せること。その1キロを痩せると言い続けて何年か経ってます。こちらの珍しいものは何かなと思ったら、カモを取るために様子を伺うこのぞきというものだそうです。さて、もう一つ山を発見。山と来たら登らずにはいられませんよね。標高3メートルとはいえ、潮入りの池や中島のお茶屋が見渡せます。タンポポも咲いていました。昼？山？丘？ともかく池にはカモがいっぱい。どっちかなと思いながら別の橋を渡ります。ここでだいたい半分ぐらいを歩いたかな。このお伝い橋は総ヒノキ造りで120メートルもあるんですって。こんなお茶屋さんで上生菓子とお抹茶をいただいたら、優雅な気持ちに浸れるだろうな。いっぱい歩いたら糖分摂取もいいですよね。でもお団子とかもうちょっと食べ応えがあるものがなんて言ってるからダイエットができないのかな。復元された他のお茶屋さんは無料で中を見学できますよ。池の周りはこんな感じ。全体を眺めるとウォーキングにもいい距離。昔はここに厩舎もあったのかな。とにかく広い。
中の御門近くのこちらの広場はソメイヨシノの見どころスポットです。もうすぐレジャーシートでいっぱいになりそうですね。購買亭は使用中でした。こういうところを利用される方ってどういうお祝い事なのかな。あれ、三色団子を食べてるキオスクを発見。お団子は160円とお手頃価格でした。休憩所もあってバッチリ。お団子はここでいただくことにします。一周して広場に戻ってきました。ここで本格的なランチをいただくことにします。本日2度目のランチ、ごちそうさまでした。さて、今回もお楽しみいただけましたでしょうか。このチャンネルでは見どころや食材をより楽しめるように解説を加えたり、迷わずに行って楽しめるような説明を心がけています。お出かけや旬の穴場スポット、お得情報などもご紹介しています。少しでもお役に立てれば嬉しいです。よければチャンネル登録、高評価お願いいたします。今回も300円で一日楽しんじゃいました。家に帰ってからは菜の花畑を見たら、そう、夕飯は菜の花の酢み添えですよね。